眼科専門医の平松です。今日は先天白内障の手術、特にレンズについてお話ししようと思います。高齢の方の白内障の手術も、若い方の白内障の手術も、汚れたレンズを取って、代わりに人工のレンズを入れてくるわけです。そして医療施設や医師によっては若い人の場合は人工のレンズをいらないことがあります。なぜかというと、成長の過程で度数が変わってくるということがあるからですね。今は眼内レンズを入れるということ、入れないということの2つの施設があります。昔はもう全ての施設が入れなかったわけですけれども、そういうふうに施設によって考え方が違う。ですからインターネットなどの情報を得ようとすると、私のところは眼内レンズを入れた、私のところは眼内レンズを入れてないといって不安になる方もいると思います。それはその医療施設のやり方によるものですけれども、そのいい点悪い点がそれぞれあるわけですね。眼内レンズを入れることのいい点は、そもそもレンズを入れないとすごく強い遠視というのになってしまいます。昔の白内障の手術を受けたおじいさんやおばあさんが、瓶底のような眼鏡をかけているのを見たことないでしょうか。そういうふうにすごく強い度数になってしまうので、強い眼鏡またはコンタクトレンズをしないと見えないんですね。ですからレンズを入れないとコンタクトレンズを使ってその子の成長を促さなきゃいけないです。取り扱いも大変ですし、お母さんお父さんが全ての対応できるわけではないです。ですからそういう意味合いで眼内レンズというのを入れるという選択肢を取ることがあります。一方、眼内レンズを入れない方のいい点としては、成長した後眼内レンズを入れれば思った通りの度数にできるということがあります。その成長するまでの間はコンタクトレンズの取り扱いであったりとか、赤ちゃんにいろいろこう処置をするのが大変ということがありますけれども、ある一定以上の年齢になってレンズを入れれば、それから安心して見れるという点が、いい点でもあります。それぞれいい点悪い点があって、どっちが正解というわけではないんですね。ですから、私は眼内レンズを入れてください、私は入れないでくださいと言って、その希望がなかなかその施設で通るわけではないんです。なぜかというと、眼内レンズを入れている施設ではそういう子ばっかり見てますから、やはりそういう子の対応に一番慣れてるわけです。一方で入れない施設であればそういう子に対応が慣れているので、慣れている方法でやっていただくのが一番結果として良くなりますので、そういうふうに理解された方がいいと思います。ですから、どうしてもうちの子の場合はコンタクトレンズも大変ですから眼内レンズを入れたいなとなったら、初めからそういう医療施設で治療を受けるという方法になってくるわけですね。役に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。